私が地球にいた時のことですか？いえ、情報の公開は禁止されていません。説明するための資料をまとめているだけです。完了しました。全部で 1.8 テラバイトの動画データがあり、リアルタイムレンダリングで確認できます。